こんにちは、高瀬俊介です。いつもご視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。動画の最後でもお伝えしているのですが、個人鑑定をご希望の方は、この動画の下の概要欄、もしくは右上に出てきます動画をですね、チェックしていただきますと、詳細を確認することができますので、そちらからお申し込みいただければというふうに思います。 今回のテーマは「忘れられないあの人の今の気持ち」ということで、えー、あなたがこう忘れることができないあの人は今どんな気持ちを抱いているのかそして、えー、あなたに対する気持ちはまだあるのかというところをですね、今回は見ていきたいと思います。 えー、気になるお相手の方とですね、まあ、いろんな事情があって、まあ、距離が空いてしまったりこう別れてしまったり、まあ、そういったことがあってこう別々の道に進んだんだけれども、まあ、あなた自身はそのお相手のことを忘れることができないそして、えー、そのお相手の方は今あなたのことをどう思っているのかというところが、まあ、気になるというふうにです、ねえー、思っていらっしゃる方もい,いるかと思いますので今回はそういった、えー、あなた自身がこ忘れることができないあの人の今の気持ちというところをですね見ていきたいと思いますので、えー、今回も 鑑定をしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、それでは今回もカードを3種類ご用意させていただきました今回は黄色のキューブオレンジのキューブ赤のキューブとさせていただきましてこの中からお一つお好きなカードをお選びください複数のカードで迷われている場合は最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思いますそれではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います はい、カードをお選びいただけましたでしょうかそれではまずはじめにこちらの黄色のキューブをお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします はい、それではまずはじめに黄色のキューブをお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします今回は「忘れられないあの人の今の気持ち」ということで、えー、あなたが忘れることができないあの人は今どんなことを思っているのかどんな気持ちを抱いているのかというところをですね見ていきたいと思います それを踏まえてですね、黄色のキューブをお選びいただいた方のカードを見ていこうと思うんですけれども、えー、まあ、お相手の方はですね、まあ、あなたに対して、まあ、いろんな、ああ、感情を抱いていらっしゃるのかなというところがあるんですが、まあ、それは決して悪いものではなくて、えー、まあ、非常にあなたのことについてはですね、まあ、良い感情を抱かれているなっていうところが見て取れるところになります。えー、どういったことなのか、まあ、それぞれのカードを見ながらですね、お伝えしていこうと思います。 えまず初めにこちらのカードが表すものといたしましては何かこう尊敬であるとかあとは誠実というところをですねえ表すカードになっておりましてまあいわゆるお相手の方はですねまあ,あなたに対してえまあリ,リスペクトをですねえーされているというところがあってあなたのことを決してこう悪いように思っているのではなくてまあ,あなたとこう過ごせたことをまあ誇らしくそしてあなたという存在についてもすごくこう尊敬されているというところがですねこちらのカードから伺えるところに になりますまあ、そういった形で、えーまあ、距離は空いてしまったもののですねお相手の方はあなたに対して、えーまあ、悪い感情を抱いているというわけではなくて、まあなたのことは、まあ、人として本当に好きだったんだなというところがあこちらのカードから伺えるところになっております。 でそういった形で,です、ねえーまあ、思っていらっしゃるというところがありまして、えー、で次にこちらのカードを見ていくんですが、まあ、こちらのカードが表すものといたしましてはなんかこう過去の恋愛をです、ね、こう懐かしむということを表すカードになっておりまして、まあ、すなわち、あなたとこの過ごした日々ですね、まあなたとこう恋愛をされていた日々のことを、まあ、たまにです、ね、こう思い返されているといいますかあその時のこの幸せだった記憶がお相手の方の今の,この言動 動力になっているっていうところがあって、えー、あなたと過ごした日々のことをまあ、思い出されているっていうところを表しておりますまあ、それぐらいお相手の方にとってまあ、あなたと過ごした日々っていうのはあ本当にこう貴重な時間だったんだなっていうところがまあ、こちらのカードからですね見て取れるところになっておりますはい で、えーまあ、それと同時にですね、まあ、こちらのカードが表すものとしてはあ、まあ、相手への感謝をですね、表すカードになっておりまして、えー、今までこう自分を支えてきてくれたあなた,のことに,た,あなたに対してですね、まあ、感謝の気持ちもですね、まあ、抱かれているのかなというところが出ておりますので、まあ、そういった形で、えーまあ、あなたとの,この出会いについては本当にもう感謝されていますし、まあなたという存在と出会えたこと、まあ、それについてもこう深くこう感謝されているのかなというところが見て取れるところになっております。 ます、はいはい、そういった形で、まあ、お相手の方あなたに対するリスペクトや、まあ、そしてあなたと出会えたことへの感謝あそして一緒に過ごした日々のことをこう懐かしんでいらっしゃるというところがあるというところで、えーまあ、非常にですねまあいい感情を抱かれている。 もう別れてしまったりだとか何かしらの,この理由があって、まあ、距離は空いたものの、まあ、あなたに対するまあ悪い感情ではなくむしろいい思い出というふうにですね、まあ、思っていらっしゃるのかなというところがこちらのカードから見て取れるところになります。はい でそういった形でですね思っていらっしゃるというところがあってこちらのカードが表すところといたしましては何かこうチャンスをつかむっていうことを表すカードになっておりまして、まあ、お相手の方の中ではですねもう一度こう出会えるチャンスがあったらそのチャンスをつかみたいなっていうことを思っていらっしゃるのかなっていうところがこちらのカードから見て取れるところになりますので何かこうねもう一度こう接近できるチャンスがあればなっていうことを今お相手の方はですね 心の中では思っていらっしゃるのではないかというところがこちらのカードからですね、えー、見て取れる部分になりますまあ、そういった形でまあ、決して悪いね感情っていうのは出ていないということからもお相手の方がもう一度あなたとねこうやり直せるきっかけであったり出会えるようなチャンスっていうのが訪れないかまあ、そういったものを待ち望んでいらっしゃるっていうところがですね、まあ、こちらのカードが伝えてくれているところになりますはい でえー、次にこちらのカードが表すものといたしましては何かこう本当の愛に気づくであるとか、まあ、見過ごしていた愛に気づくっていうことを表すカードになっておりまして何かこう失ったことによって初めてその大切さを知るみたいなことがよくあるかと思うんですがまさにそういった状況ですね、まあ、そういった心理状態を表しておりまして、まあ、お相手の方はですね、まあ、あなたとのこう接することがなくなったあ会う機会がなくなったことによって、えー、より一層このあなたのこの 大切さですね、えー、あなたがこう愛していてくれたことへのまあ 大切さですね、まあ、そういったあ,あなたからの愛の大切さであるとか、まあ、本当に自分のことを大切にしてくれる人っていうのは、まあ、どういった人なのかっていうことがあなたをですね、まあ、失ってからと言いますかあなたをとをこう離れてからあようやくこう気づき始めているっていうことがあって、まあ、そういった気持ちからですね、えー、もう一度この出会えるチャンスがあればなっていうことで、まあ、そこをこう望んでいらっしゃるのかなっていうところがありますので、まあ、そういった形でお相手の方もですね、まあ、ちょっとこう あなたとのこの距離が離れてからであるとか、まあ、別れたりとかまあ、そういったことがあってから、まあちょっと後悔のような気持ちをですね。まあ、持たれているのかな？というところが見て取れるところになります。はい。 で、最後、こちらのカードになるんですが、こちらのカードが表すものとしては、何かこう、気持ちを受け止められなかったっていうことに対する後悔ですね。えー、いわゆる、あなたからのこの気持ちをあ、お相手の方自身が受け止めきれなかった、それのことに対して、まあ、深くこう、後悔されているというか、まあ、反省されているというか、まあ、そういった形でですね、えー、なぜあの時、あなたの気持ちをこう、受け止めてあげられなかったんだろうというですね、まあ、感情が、まあ、こちらのカードからですね、伝わってくるというところがありますので、まあ、 そういった形でお相手の方も、まあ、もう一度ですねあなたとの、まあ、復縁になるとかまあ再会ですね、まあ、そういったところを今望んでいらっしゃるのかなっていうところが、まあ、今回ですね黄色のキューブを選びいただいた方のですねカードから出てきているメッセージになっておりますので、まあ、そういったことを今お相手の方は思っていらっしゃるのかなっていうところがありますただその何かですねまあちょっとお相手の中でもなんかこう気まずいような気まずいような気まずい 感じるようなものがあってなかなかあなた自身に接近することができずにいるのかなというところも見て取れますので何かこうお二人がもう一度再会できるようなきっかけを作ってみるっていうことですね。何かこう連絡を 入れてみるるであるとか例えば連絡がこうブロックされているのであれば何かこうお相手の,方,にの方の住所が分かれば何かこうお手紙を出してみるとか、まあ、そういった形で何かしらのこうアクションを起こしてみるとそのきっかけをお相手の方もこう待ち望んでいらっしゃるのかなというところが出ておりますので、まあ、それをきっかけにですねもう一度、まあ、関係がやり直せたり修復したりするかもしれないというところがですねカードとしても出ていますので、まあ、そういったアクションですね を起こしてみるといいのではないかなというところが出ておりますはい、えー。ということで黄色のキューブを選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです はい。それでは次に、オレンジのキューブをお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は、忘れられないあの人の今の気持ちということで、えー、あなたが忘れられないあの人は、今あなたに対してどんな気持ちを抱いていらっしゃるのか、というところをですね、見ていきたいと思います。えそれを踏まえてですね、オレンジのキューブをお選びいただいた方のカードを見させていただいたところといたしましては、お相手の方はですね、えー、まあなたとの、まあ関係の周 修復であるとか、まあ、もう一度こう関係をやり直すということについてまあ、考えていらっしゃるんですけれども、まあそれに対する何かこう正の感情と負の感情がですね、えー、こう今葛藤していて、えー、まちょっとお相手の方の中ではま行動ができずにいるっていう状態にあるのかなというところがですね、まあ、カードとして見て取れるところになっております。で、どういったところなのか、それぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思うんですけれども、えー、まずこちらのカードが現わ ものといたしましまては何かこうチャンスを逃すであるとかあ大切なものを失うっていうことを表すカードになっておりまして、えー、その原因というのが何かこうプライドが邪魔したりだとかこう素直になれないことによって何かこうチャンスを逃したり大切なものを失ってしまうっていうことを表すカードになっておりまして、まあ、すなわちお相手の方があ何かこうあなたに対してこう素直になれなかったりこうプライドが邪魔してですねこう 強気になっていたりだとか、まあ、そういったことが原因で、えーまあ、あなたとの関係を、まあ、終わらせてしまったりあるとか、まあ、ちょっと距離が空いてしまったっていうことについて、まあ、すごくですね、まあ、悔やんでいらっしゃるっていうところを表しているカードになっております、まあ、もっと自分がこう素直になっていればこんなことにはなっていなかったのになっていうことをですね、えー、お相手の方は今思っていらっしゃるのかなというところが見て取れるところになっておりますでそういいった、まあ、いわゆる、まあ 後悔のような気持ちがある一方でですね、えー、こちらのカードが表すものとしては、まあ、自信にあふれるということで、今だったらあ,あなたとうまくやっていけるのにっていう、まあ、そういったちょっとまあ、自信がこう見なぎっている状態ですね。まあ、ここで、えー、まあ、後悔と同時にまあ,あ反省をされて、まあ、自分をこう改めて、えー、いらっしゃって、えー、今の自分だったらあなたともう一度こううまくやっていける、まあ、そういった自信がですね、こう湧き起こってきている状態なのかなというところが。 まあこちらのカードから見て取れるところになっております。 でそういったまあ自信がですねお相手の中ではこう大きくなってきていると同時に、まあ、こちらのカードが表すものといたしましてはあ問題にこう立ち向かっていくっていうことを表すカードになっているんですけれども、まあ、あなたとのこう関係修復であるとかあもう一度こう関係をやり直すっていうことについて、まあ、いろんなこう問題があるとは思うんですけれどもその問題もですねこう立ち向かっていけるんだ、まあ、それぐらいですねお相手の方の中ではもう一度そのおあなた自身との 関係を再スタートさせるためのこの気持ちっていうところがすごく高まっているのかなというところがこちらのカードから見て取れるところになっております。はい まあ、そういった形で、まあ、お相手の方は、まあ、あなたとのこう距離が空いてしまったことについてはすごくこう後悔をされていたり、まあ、その当時の自分のことについてはすごくこう反省されているというところがあってもう一度あなたとですね、まあ、再スタートをしていきたいというふうに、まあ、思っていらっしゃる、まあ、そのためのこのお気持ちの部分で、えー、すごくこう気持ちが高まってきているというところがですね、まあ、カードのメッセージから伝わってくるところになっております。まあ、そういったあ があるというところがあって、まあ、こちらのカードが表すところといたしましては、まあ、愛する人との穏やかな日々ということを表すカードになっておりまして、もう一度ね、あなたと幸せな日々を過ごしたいというふうに思っていらっしゃるというところから、もう一度ですね、あなたとのこの関係というところを、お相手の方も望んでいらっしゃるのかなというところが、こちらのカードから見て取れるところになっております。 はいまあ、そういった形で、えー、お相手の方はです、ね、あなたとの,この関係修復であるとかもう一度こう関係をやり直すということについて、えーまあ、いわゆるこ,ここまでがですね、まあ、性の感情になるんですけれども、まあ、前向きにこう捉えていらっしゃる一方 でえじゃあ次にこう負の感情というのが一体どういったものなのかと言いますと、まあ、こちらの2つのカードが表すものとしてはちょっとメッセージとしては似ているところになるんですがあこちらのカードが表すものとしてはなんかこう思いを受け止めてもらえないんじゃないかっていうことで自分自身はあもう一度あなたとうまくやっていける自信があるであるとかあ,もう、えーっとまあ、あとは穏やかな日々ですね、えー、穏やかな日々をこう過ごしていきたいっていうふうに思っているんだけども それをあなた自身が受け止めてくれるのだろうか、まあ、そういった心配であるとか不安を表すカードも出ているんですねで、えーまあ、そういったことを表すカードがこちらでこの下のカードはですね、まあ、気持ちを理解してもらえない、まあ、いわゆるまあメッセージとしては似ているんですが、まあ、そういった形で自分はこう思っているんだけれどもあなた自身がそれをこう受け止めてくれるかどうか、まあ、そういったところがまあお相手の中ではすごくこう不安に思っていらっしゃって で、なかなかこう行動に移せていないっていう現状があるとおいったところを表しておりますので、まあお相手の方の中では、あ 当時ですね当時のお相手の方とは、まあ、あかこう変わって、えー、もう一度あなたとこうやり直すための、まあ、準備ができたというふうには思っていらっしゃるんだけどもそれをあ,あなたに伝えるのは、まあ、あまりにもこう自分勝手なんじゃないかなというそういった気持ち、まあ、いわゆるちょっと遠慮のような気持ちがあってですね、えー、なかなかあ、まあ、そういった気持ちがあるけれども行動には移せていないっていうところが、まあ、お相手の方の今の現状なのかなというところがありますので、まあ、そういったことを まあ理解した上であなた自身がそのお相手の方とどう接するかというところに今後の二人の関係の発展は関係してくるかと思うんですけれどもお相手の方に対してあなた自身が思っている気持ちっていうところもこう伝えてあげればそこでお相手の方ももう一度こうねやり直すための何かこうアピールであるとかアクションそしてアプローチなどもしてきてくれるのかなというふうに思いますので何かこうあなたからのこの意識 表示っていうものをお相手の方にしてあげるとそれがきっかけでねもう一度二重の関係っていうのは良い方向にこう向かっていけるのではないかなというふうに思いますのでそういったことを意識しながらお相手の方と接していただけるといいのではないかなというふうに思います。はいということでオレンジのキューブをお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです。 はいそれでは最後に赤のキューブをお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思いますよろしくお願いいたします今回は忘れられないあの人の今の気持ちということであなたが忘れることができないあの人の今の気持ちですねあなたに対する今の気持ちはどういったものなのかというところをですね今回見ていきたいと思いますそれを踏まえて赤のキューブをですねお選びいただいた方のカードを見させていただいたところといたしましては、まあ、どういった気持ちを抱いていらっしゃるのかそれぞれのカードを見ながら お伝えしていいいきたいと思いますまずこちらのカードが表すものといたしましては何かを終わらせるっていうことを表すカードになっておりましてまあ、どういったものを終わらせるのかと言いますと、まあ、あなたへの気持ちですねあなたとの関係をもう解消するであるとかあなたへの思いをこう断ち切るっていうことを表すカードになっておりまして、まあ、お相手のお相手の 方の中ではですね、えー、あなたへのこの気持ちをこう断ち切ろうとしていらっしゃるっていうところが見て取れる部分になっております。まあ、いわゆるあなたのですね、まあ、こう記憶を消そうというか、あそういったなんかこう未練のような気持ちがあったとしても、それをねしっかりとこう断ち切ろうとしているっていうところがこちらのカードから見て取れるところがあります。 はいまあ、そういった形であなたへの,この気持ちを断ち切ろうとしているんですがあそれはですね、まあ、お相手の方のまあ本意ではないのかなというところが見て取れましてどういったことなのかと言いますと、まあ、こちらのカードが表すものといたしましては何かこう状況が混乱しているであるとか精神的にこう不安定な状態を表すカードになっておりまして、えー、お相手の方は自らそのあなたへのお気持ちをこう断ち切ろうとしているのではなくて何かこう周り 周りからあ,ーです、ねえー、あなたとのこの交際っていうものを反対されて、まあ、それによって、えー、こう仕方なくと言いますか渋々、えーね、お相手の方は本当は望んでいないんだけれども周りの、まあ、いわゆる圧力などによって、まあ、こう仕方なくですね、えーまあ あなたへのこの気持ちを断ち切ろうとしていらっしゃるのかなというところがあって、まあ、その気持ちを断ち切るということについてもお相手の方の本意ではないのかなっていうところが、まあ、カードから見て取れるところになります、まあ、そういったことがあってもこちらのカードが表すものとしては現状に納得がいっていないとやるとか、まあ、あとは不満足な状況っていうところを表すカードがこちらのカードとして出ておりますので、まあ、そういった形でお相手の方はあなたへの気持ちを断ち切れなければいけない、えー、自分の 意思ではなくて周りからそういう風にこうさせられているっていう状況がですね、えー、まあこの三つのカードから読み取れる部分になります。まあそういった形で、えー、お相手の方はこう今の現状ですね、えー、あなたとこう距離が空いてしまったりなかなかこう会えなくなってしまったということについてすごく納得いっていないというかあ、そういったものは望んでいないっていう風うに思っていらっしゃって、えー、本当はあなたのことを思いたいんだけれどもそれをすることすらもできないという風うな。 あ、環境に今追いやられているのかな？っていうところが見て取れるところになります。はい、でえー、まあそういった状況になる。ある中でお相手の方はまあ、いわゆる。 強制的にあなたへの思いというものをこうなくさなければいけないなくさせようとさせられているという状況にある中でただ、お相手の方の気持ちの中としてはあこちらのカードはまあ情熱を表すカードになっているんですが、まあ、あなたとの,この恋愛に対するまあ情熱ですねもう一度、関係を、ねえー、やり直すであるとかもう一度、あなたとの,この恋愛を楽しみたいそういった気持ちがこうひしひしと強くなってきているというと そういったお相手の方の本意としてはもう一度あなたとの関係をやり直したいというふうに思っていらっしゃるというところがあります。 ただその一方で、まあ、こちらのカードが表すものとしては何かこう2つの選択の間で揺れ動くということがあって、えー、まあ今回のーケースで言いますと、まあ、あなたとの恋を選ぶかそれともまあ周りに従うか今の状況に従うかどうかあその2つの選択肢の中で今お相手の方はすごくこう悩んでいらっしゃるというところがあって、えー、まあそういった形で今お相手の方はどうしようかあなたとの関係について今後どうしていこうかというところをもう真剣に悩んでい 悩んでいいらっしゃるのかなっていうとうころがありますで、まあ、お相手の方の意思としてはあなたとのですね、まあ、恋愛をもう一度、ねえー、再スタートさせていきたいという気持ちがあるにもかかわらずそれ,が行動そ,のそれをですね、まあ、行動として移せないということはよほどお相手の方に何かこう周りからのプレッシャーであるとか周囲で2人のですねあなたとお相手の方の関係をこう反対されている方がいらっしゃるのかなというところが見て取れるところになりますので。まあ まよほどの、まあ、プレッシャーをですねお相手の方も受けていらっしゃるのかなっていうところが見て取れるところになります。はい 最後、こちらのカードもですねお相手の方の本意心の中の本音を表すカードになっておりましてこちらのカードは一部の人を振り向かせるっていうことを表すカードになっているっていうことからもう一度ですねこちらのカードと意味合いとしてはポジティブな内容として似ているんですけれどももう一度あなたとの関係を築いていきたいっていう気持ちの表れですねそういったことを表しているっていうところがありますのでお相手の方の今の気持ちですねあなたに 気持ちとしてはもう一度あなたとのこう関係をやり直すであるとか再スタートさせていくもしくは前よりもこうもっと深めていきたいっていうふうなことを思っていらっしゃるっていうね、えーまあ、そういった気持ちがある一方でなかなかあそういうね、えー、自分の思った通りには動けないようなあ何かこう周りのプレッシャーであるとか今あお相手の方が置かれている環境というものが邪魔をしていてなかなかあそれをすることができない。でえー、どちらを選ぶか とということですねお相手の方にとってはあなたとの恋を選ぶかそ,それかあ今の現状をですね、まあ、穏便に済ませるかっていうところの、まあ、2つの選択の中でこうすごくこう悩んでいらっしゃって、えー、なかなかあなたに対してのこのアクションっていうのができずにいるっていうところがありますので、まあ、今後お二人の関係について、まあ、どうしていくのがいいのかっていうと、まあ、やはりあなたの方から何かこうアクションであるとか何かこう連絡を起こしてしまうとそれがあまたお相手の方にとって、まあ、新たなプロまあ プレッシャーではないですけれども、そこで何かこう焦ってしまって、お相手の方もこう冷静に行動できなくなってしまうっていう可能性があるので、まあ、お相手の方あー自身がこう決断を下せるのをまあ、待ってみるっていうところが一番いいのではないかなっていうところがあります。まあ、お相手の方がまあ、周りの反対を押し切ってまで、えー、あなたのところに来てくれるっていうことをまあ、選んでくれたのであれば、それだけあなたに対する気持ちっていうのもすごくこう固まっているといいますか強い気持ちを持ってあなたの。 本当にこう戻っっててくるっていうところがありますので、まあ、そのあとは2人の関係というのはより強固なものといいますかより深くそして、ね、これからもこう良好に築いていけるのかなというところがありますので、まあ、そういった形でお相手の方自らがこう、まあ、決断を下して行動を起こすまでちょっと待ってみるっていうのが一番いいのではないかなというところが出ているメッセージになっております。 はい、えー、ということで、えー、赤のキューブをお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいということで今回は「忘れられないあの人の今の気持ち」ということで、えー、あなたが忘れることができないあの人の今の気持ちであるとか、まあ、あなたに対する気持ちはあるのかどうかというところを見させていただきましたリーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもお役に立てれば幸いです まあの気になるお相手の方が今何を考えているのか、そして自分に対する気持ちはまだあるのかどうかというところはすごくこう気になることだと思いますので、今お相手の方が何を考えていらっしゃるのか、どういった気持ちを抱かれているのかというところをですね、今回はタロットカードのメッセージを通じてお伝えさせていただきました。少しでも参考になれば幸いです。 えーまあ、こういった形でですね、まあ、これからもいろんなリーディング動画をアップしていこうと思いますので、えー、まだチャンネル登録がお済みでなければよろしければ登録していただけますと幸いです。 また冒頭でもお伝えしたんですが個人鑑定もですね、現在行っておりまして個人鑑定ではですね、より具体的なお悩みであるとか個々人のですね、特定のお相手の方との今後の関係性であるとか復縁の可能性とかそういったところまでをです、ね、鑑定させていただいておりますのでぜひです、ね、個人鑑定の方もご利用いただければというふうに思います。それででは今回も最後ままごご視聴いいたた。だきありがとうございました